一番お得意のその経済問題で、東芝について聞きたいんですけども、はい、まあ訴訟をやってまして、訴訟合戦みたいなことになってて、はい、まず結論から伺いたいんですけどね、ええ、東芝はいかなる形でもいいんですけど、 生き残ることはできるんですかできないんですか見通しどうですかいや、あの、何らかの形では生き残ることはできるんだろうと思うんですよ。やっぱりその理由としてはですね、やっぱり値千金の最先端のですね、半導体事業、まあ2兆円のね、資産価値があると言われている、これを持ってる、この虎ノコは、この虎ノコがある以上ですね、何らかの形では生き残ることはできるんですが、ただですね、それがどういった形で、例えば、上場廃止なんていう状況で、あるいは、完全にですね、 軍に乗っ取られるような形で生き残るのかどうなのか、はい、えまあ単独でね東芝単独で生き残ることはできなくても、えー、東芝の看板は残るんだろうと思いますね、えー、東芝メモリーは 東芝が思っている通りに売れますか、はい、どうですかまあ、あの、それ、価値はあるんだけれども、はいえー、各社各様のですね、思惑がある。つまり、はいえー、これは最先端技術なんですよ。はい、ですから、あの、例えば東芝と提携しているウエスタンデジタルは、はい、自らの手に押さえておきたい。はい、で、2兆円を払う。 ね、え、買い手側としては、えー、自分たちがお金を払うんだから、えー、自分たちにその技術をですね、持ってきたい。この思惑がですね、バラバラ。えー、そして日本はというと、日本政府はという,いうとですね、これは虎のか、あのー、ね、最先端技術であるから、日本の経済の成長のためにはどうしても必要だ。はい、これを日本国内に残しつつ、この権利を残しつつ、はい、えー、なんとか金だけ欲しいというね、はい、それぞれいろんな思惑がね、渦巻いてますから、それは最終的にどう着地をするのか、この辺が見えてないんですね。 あの、本ファイなんかが最近すごい話題になっててね。ええ、いや、また台湾に持ってかれるのかなと思ったら、市場は、今は日米関連合と。ええ、あの、国の方も相当これには力を入れて、そうですね。技術が流出しないようにというようなね、ええ、そういう意向で、これはもう決まりと思った間違いないんですかいや、ここもですね、ええ、アメリカでそのウェスタンデジタル社がですね、提訴していて、はい、要するにその日米関連合に、ええ、持っていくのはダメだと。 いうことで、<え>差し止め措置を起こしているわけですね。そうですね。で、この行方というのも、ちょっと、はい、え、見極めなきならないんじゃないかなと思いますね。アメリカのカリフォルニア州の裁判所が、えー、これであの、28日まで、えー、結論を持ち越しと、え、いうようなことで、はい、28日ったら、あと10日ぐらいですから。そうですね。 これどうなっていくんでしょうかいやー、これもですね、その間に、えー、ウエスタンデジタルが納得するような形で、はいえー、決着をしなければ、はい、おそらくですね、差し止めがなって、えー 2> えー、2兆円の半導体部門のですね、売却、東芝メモリーの売却っていうのは、えー、空中分解するんじゃないかなと、私は思いますね。そうなると、 東芝はどういう形で残るんですかねえ。あの、もう一つはですね、あの、例の上場廃止の問題が、くす、まだまだくすぶってるわけなんですね。それです。なんですね。で、とりあえずですね、この17年3月末決算、これに関して監査法人は、意見の不表明というのを発表したわけなんですよ。上場企業は3ヶ月ごと、四半期ごとに、え、まあ、決算発表するんですが、あの、思い出してみてください。去年の12月末決算、ここも不表明になってるんですね。そうでした。で、そうすると、ま まあ言ってみれば四半期二期連続で不陽明ということを受けて東京証券取引所はそれは上場廃止基準にはありませんよ上場廃止基準にならないけども投資家投資家の利益を守るという点においてはこのまま上場しておいていいんだろうかというところで東京証券取引所としてはえまあ上場廃止というね判断を下す可能性もあるああ来年の三月でまた何かあれなんでしょう。 あの、債務超過になり債務超過だったら、えー、これはオートマティックに。そうするともう、上場廃止。上場廃止ですよね、えー。それを待たずに、えーえー、去年の12月末決算、えー、そして3月末決算を受けて、えーえー、ね、不表明が続いてるから、えー、ここで判断下す可能性もあるんですよ。はい、ということは、その、共に友達でやってきたウエスタンデジタルというね、えー、アメリカの会社と、あんな風なこう、まあ、喧嘩別れみたいなね、訴訟になっちゃうような、あの辺の扱い方が、 根本的に間違ってたんじゃないですか。うん。ですから、いや、そもそもですね、私、根本的に間違ってたのは、え昨年の3月末決算で、これ、債務超過なんですよ、はっきり言って。はい。こんなこと言うのは私ぐらいだと思うんですが、どうも、隠した。えで、これをでなんとか上場維持しようとして、これ、資産超過ですよ、とやってしまったことが、そもそもボタンの掛け違い。そこにですね、監査法人は、問題視してるんじゃないかなと思いますけどね。ということを話元に戻って、東芝はどういう形で残るんですかだから、私はね、 上場廃止というね、判断を下して、ゼロベースでもう一回やればですね、え、まあ上場廃止にはなるけれども、東芝は解体されるけれども、とりあえず、え、看板だけは残るというね、形になるんじゃないかなと思いますね。昔の名前で出ていますみたいになるんですかねで、最終的にはそれで上場をもう一回、ええー、ね、狙っていけば、最上場を狙えばいいわけですからね。ああ、これという何かエースがいないというふうに聞いてますけどね。うるものがね。で、加えて、経営責任きちんとね、問わない、うん、あるいは、え<ー>、完全にですね、 新中軍に乗っ取られるような形で生き残るのかどうなのか、はいえー、まあ単独でね東芝単独で生き残ることはできなくても、えー、東芝の看板は残るんだろうと思いますね、えー、東芝メモリーは 東芝が思っている通りに売れますか、はい、どうですかまあ、あの、それは、価値はあるんだけれども、えええー、各社各様のですね、思惑がある。はい、つまり、これは最先端技術なんですよ。ええ、ですから、あの、例えば東芝と提携しているウエスタンデジタルは、はい、自らの手に押さえておきたい。はい、で、2兆円を払う。 ね、え、買い手側としては、えー、自分たちがお金を払うんだから、えー、自分たちにその技術をですね、持ってきたい。はい、この思惑がですね、バラバラ。はい、そして日本はというと、はい、日本政府はという,うとですね、はい、これは虎のか、あのー、ね、最先端技術であるから、日本の経済の成長のためにはどうしても必要だ。はい、これを日本国内に残しつつ、この権利を残しつつ、はい、えー、なんとか金だけ欲しいというね。はい、それぞれいろんな思惑がね、渦巻いてますから、はいはい、それは最終的にどう着地をするのか、この辺が見えてないんですね。 あの、本ファイなんかが最近すごい話題になっててね。えー、いや、また台湾に持ってかれるのかなと思ったら、市場は、今は日米関連合と。えー、あの、国の方も相当これには力を入れて、そうですね。技術が流出しないようにというようなね、えー、そういう意向で、これはもう決まりと思った間違いないんですかいや、ここもですね、えー、アメリカでそのウエスタンデジタル社がですね、提訴していて、はい、要するにその日米関連合に、えー、持っていくのはダメだと。 いうことで、ええ、差し止め措置を起こしているわけなんですね。で、この行方というのも、ちょっと見極めなきゃならないんじゃないかなと思いますね。ア、ええ、アメリリカカののカフォルニア州の裁判所が え、これであの、28日まで、え、結論を持ち越しというようなことで、28日しったらあと10日ぐらいですからそうですね。これどうなっていくんでしょうかいやー、これもですね、その間に、ウエスタンデジタルが納得するような形で、え、決着をしなければ、はい。おそらくですね、差し止めがなって、え、2兆円の半導体部門のですね、売却、東芝メモリーの売却っていうのは、空中分解するんじゃないかなと、私は思いますね。そうなると、 東芝はどういう形で残るんですかあのもう一つはですね、あの例の上場廃止の問題がまだまだくすぶってるわけなんです。そとりあえずですね、この十七年三月末決算これに関して監査法人は意見の不表明というのを発表したわけなんですよ。上場企業は三ヶ月ごと四半期ごとにまあ決算発表するんですが、あの思い出してみてください。去年の十二月末決算これも不表明になってるんですね。でそうすると 言ってみれば四半期2期連続で不表明ということを受けて東京証券取引所はそれは上場廃止基準にはありませんよ、はい、上場廃止基準にならないけども投資家投資家の利益を守るという点においてはこのまま上場しておいていいんだろうかというところで東京証券取引所としてはえまあ上場廃止というね判断を下す可能性もある、はい、来年の3月で投資場について聞きたいんですけども、はい まあ、訴訟をやってまして、訴訟合戦みたいなことになってて、はい、まず結論から伺いたいんですけどね、ええ、東芝はいかなる形でもいいんですけど、 生き残ることはできるんですかできないんですか見通しどうですかいや、あの、何らかの形では生き残ることはできるんだろうと思うんですよ。やっぱりその理由としてはですね、やっぱり値千金の最先端のですね、半導体事業、まあ2兆円のね、資産価値がやると言われている、これを持ってる、この虎ノコは、この虎の子がある以上ですね、何らかの形では生き残ることはできるんですが、ただですね、それがどういった形で、例えば、上場廃止なんていう状況で、あるいは、完全にですね、 中軍に乗っ取られるような形で生き残るのかどうなのか、はいえー、まあ単独でね東芝単独で生き残ることはできなくても、えー、東芝の看板は残るんだろうと思いますね、えー、東芝メモリーは 東芝が思っている通りに売れますかどうですか。まああのそれは価値はあるんだけれども各社各様のですね思惑がある。つまりこれ最先端技術なんですよ。ですからあの例えば東芝と提携しているウエスタンデジタルは自らの手に押さえておきたい。で2兆円を払うね買い手側としては自分たちがお金を払うんだから自分たちにその技術をですね持ってきたい。この思惑がですねバラバラ。そして日本はというと日本政府はというとですねこれは それのか、あのー、ね、最先端技術であるから、日本の経済の成長のためには、どうしても必要だ。はい、これを日本国内に残しつつ、この権利を残しつつ、はい、えなんとか金だけ欲しいというね、はい、それぞれいろんな思惑がね、渦巻いてますから、はい、それは最終的にどう着地をするのか,とか、この辺が見えてないんですね。 あの、本ファイなんかが最近すごい話題になっててね。えー、いや、また台湾に持ってかれるのかなと思ったら、市場は、今は日米関連合と。えー、あの、国の方も相当これには力を入れて。そうですね。技術が流出しないようにというようなね。えー、そういう意向で。これはもう決まりと思った。間違いないんですかいや、ここもですね、えー、アメリカでそのウエスタンデジタル社がですね、提訴していて、はい、要するにその日米関連合に、えー、持っていくのはダメだと。 えー、いうことで、差し止め措置を起こしているわけですね。そうなんですね。で,すねえー、で、この行方というのも、ちょっと、はい、えー、見極められないんじゃないかなと思いますね。アメリカのカリフォルニア州の裁判所が、えー、これであの、28日まで、えー、結論を持ち越しと、いうようなことで、ね、28日しったら、あと10日ぐらいですからそうですね。これどうなっていくんでしょうか いやあ、これもですね、その間に、ウエスタンデジタルが納得するような形で、決着をしなければ、おそらくですね、差し止めがなって、2兆円の半導体部門のですね、売却、東芝メモリーの売却っていうのは、空中分解するんじゃないかなと、私は思いますね。そうなると、東芝はどういう形で残るんですかねあの、もう一つはですね、あの、例の上場廃止の問題が、まだまだくすぶってるわけす。それです。なんですね。で、とりあえずですね、この十七年三月、